久保さん、お疲れ様です。ふわっとドラ、ふわっとドラ粒&ホイップっていうのかな、はい、タイトル、これいただきます。いただきます。すごいですね、久保さん。おお、うまっ、うまっ、もうやばいっすね、やばいっすね、久保さん。まあ久保さんのお米っていうのはね、確かになっていう。お米ね、確かにお米何千万払うでしょうね。なかなかいい鋭い指摘ですね。まあ確かにね、まあお客さんからすると、まあそういうのを知りたいっていう、まあだからワイドショーとか、まあそういう視聴率なんだろう、まあなんだろうな、隣の芝生を見たいんですよね。隣の芝生を、みんなどんな高いもん買ったんですかみたいな。でもローン組めば、ローン組めればね、買えますからね。久保さんもきっとローンで買ってますから。もうそもそもこれ3、4売る前に買ってるんで、だからキャッシュないんですよ、ね、キャッシュなくてもいけるんです、ローン組めば。もう組めたんでね、僕営業マンに言いましたからね、久保さん、いやちょっともう200万 BMW の、BMW でもう200万ローン組んでるんで、500万また BM の通らないと思うんで、通らなかったらオリコでお願いしますみたいな。なんか通りましたみたいな。通るんすかみたいな。二重ローンっすよ。二重ローン通るんだみたいな。だから上乗せじゃないですかね。上乗せで BM さんありがとうございますよ、本当に。なんかお金なくても、まだね、久保さんはあの現金一括で家買いましたけど、現金一括でみんなほとんど買わないじゃないですか。現金一括で家買います？久保さんぐらいですよね。久保さんぐらいじゃないですか、現金一括で家買うと。あんま現金一括で家買う人いないからね、基本ローンですから。でもローンでみんな買ってるじゃないですか。だから買えますよ家、てか普通にみんな家買ってんじゃないですか。家買うことってすごいことなのかなっていう。頑張ればなんとかなりますよ、本当に。だからその前澤社長みたいに100億積んで、100億積んでですよ、宇宙旅行今行くとか、それはちょっとね、できますとは言えないですけど、その500万ぐらいの車とかね、まあ1000万、まあ、まあローン次第ですけど、まあ ローン取っても、あとまあ払える能力ないとダメですけどね払える能力ないとダメなんだけど、でも払える能力って言ってもね、もうこれ7万なわけですよ。で7万を逆にこれ考えてほしいんですけど、まあ僕39歳ですよ。39歳で39年生きてますと。で39年生きてきて7万月稼げないっていうのは逆にどうなのかっていう考え方も、捉え方もあるじゃないですか。
よ、まあ、40年とか50年60年生きてきて7万も自分の力で稼げないっていうのは逆にそれはどうなのかっていうところもあるじゃないですか。考えようによっちゃ どうですか40年も50年も生きててね、月7万も稼げねえのかっていう、何やってきたみたいなっていうツッコミ部分も言えないことはないですよね。時間あったんだから、時間あったわけじゃないですか、その人生の。でそのインターネットも、まあ、久保さんもよく言いますけど、インターネットも Windows98 まで遡ったら、僕 Windows98 知らないですけど、まああったじゃないですか、多分。まあ50歳の人も Windows98 とか知ってんじゃないですか。だからネットが なかったかって言われると、パソコンもあったし一応ネットもあったわけじゃないですか。ダイヤルアップとかだったけど、だからなんだろうな。まあ久保さんがいい事例でね、40歳から始めて今まで麻雀店とか、まあそのネットをやったことがなかった人でも行ってるので、うん、僕はいけると思いますね。あなたがいけるとか、いけると思わなかったとしても、どうでもいいんですけど。僕はいけると思います。でもその、いけるかいけないかっていうのは、結局その、日々、結局やってきたのかって、久保さんも、まあ、ね、対談させてもらって、最後の方、ね、まあ、ここまで見てる人に言いたいけど、みたいなね。いや、最初全然できなかったよって話で、だから今だけ切り取るとね、なんか羨ましいなみたいな、なんか思う人いるかもわかんないですけど、いやいやいや、やってきたよと。だからそのね、結論、久保さんがなんでうまくいったのかっていうと、やっただけなんですよ。まああと、まあしつこくやったっていう、ただそれだけなんですけど、やらずしてあそこに行ってないですからね。僕もやらずしてここに行ってないですから。でも行ったっつってもね、その行ったっつっても、月7万、この車で言うのは月7万稼げるぐらいのレベルですよ。ね。全然じゃないですか。全然っていうか、まあ、ペーペーですよね。ペーペーみたいな。カスみたいですよ。その7万ごときで選ぶ、なんか偉そうに言ってんじゃねえみたいな話じゃないですか。ね、月に1億とか2億とかね、10億とか、なんか100億とか、なんかその稼いでるんだったら、まあまあまあ、あれかもしれないですけど、7万ですよ。だからまあ、親父のやつが200万で月3万4万だったかな。だからまあ、合計10万ぐらいですね。じゃあ、月10万ぐらいを39年生きてきて、まあ僕は今39歳なんですけど、稼げないのかと。まあ最初は稼げないですよ。最初は稼げないんだけども、それはやればできるんで、それはその勉強してないしやってないだけなんで。でもね、これ考え方によってはなんだろうな、まあ100歩譲って小学生とかだったらあれですよ。もう大人になって、まあ自分の意思決定で、まあ二十歳超えたら意思決定でいろいろできると思うんですけど、まあそこから、まあ20歳から30歳まで10年、20歳から40歳まで20年あるじゃないですか。で、そんだけ時間あるわけだから、別にその自分で、その20年、まあ例えば僕の年齢で言うならば、二十歳から40までで20年あるわけじゃないですか。で、この20年の時間で、自分の自力で10万稼ぐ、ことっていうのは不可能なのかと。可能でしょ。てか可能にしようぜっていうね。それはそれは可能にしたいよね。可能にしたいじゃないですか。20年も時間あって自力で10万も稼げないっていうのはなんか悲しいですよね。まあ別にいいんですよ、その給料を上げられるんだったら。でも、久保さんとも話してましたけど、給料上げるのって物理的に結構きついので、そう、給料で10万上げるとかマジ神業ですよ、多分。固定給10万上げるっていうのはマジ神業ですよ、多分。でも、それに比べると、多分、自分で勉強してやれば、久保さん3年で1億ですから。っていう感じですね。
まあ、3年で1億とかにしておきましょうか、ね、ちょっとパンチあるんでそっちの方がいってらっしゃい。